こいち舞台芸術チャンネル大入り MC の梶本大輝です。真野一也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コリッチ舞台芸術チャンネル、先週は劇団共栄水着の上野智之さんをお招きしての激特でしたが、今週は舞台芸術情報番組大入りをお届けします。はい、この番組は舞台芸術ポータルサイトコリッチ舞台芸術のメインである小劇場の演劇公演情報を時間の許す限りたくさんお届けいたします。はい、ということで ですね、今週はこの梶本真野ペアで ね、 初めてですね、お送りするわけですけれども、初めてだよね。初めてですね。よろしくお願いします、ね、よろしくお願いしますなんか新鮮だよね。なんか直接お会いするのもだって年明けのスペシャル以来です、ね、以来か。そう、あれでしょ、真野くん、そのシャツの色がさ、はい、何パターンかあるでしょ。そうですね。きっとね、視聴者の皆さんも、はい、今週は何色かなっていうのを楽しみにしてるんじゃないかなと思いますけれども、こういう絶妙な微妙な距離感でね、お送りしていきたいと思いますけど、ちょっと変な汗出てきました今日。マノ君もう暑いよ。今暑いです ね、 37度とかでしたね。すごいよ。大丈夫、それでお家から来てるの？いや、もう今日はもう半袖で来て、着替えてるの、ね、清掃してくれてるのね、はい、このギリギリチャンネルのために、はい、秘密なんでギリギリまで。そうなんだね、はい、もう俺このまま来ちゃってるからなんですけれどもまあこうね、はい、このパワフルなね、はい、男2人っていうことでパワフルにお届けしたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあ、ティーツーハーじゃあ、んきうのせごはほジャンキーシスタージャンキーブラスごかど見に来て。ここでお知らせです。コリッチ舞台芸術チャンネルでは公演の PR 動画を募集しています。これから公演を控えている皆さん、この番組で CM を流してみませんか？動画に関する詳細、投稿方法は動画説明欄のリンクからご確認ください。はい、じゃんじゃんお待ちしております。詳細チェックしてみてください。それでは、このコーナー参りましょう。大入りプレイガイド。はい、どういうコーナーですか、マナ君？はい、このコーナーは公演情報など最新の舞台芸術情報をお届けいたします、はい、ここからは演劇ライターの川野桃子さんにもご参加いただきます、はい、よろしくお願いします、 それでは早速番組おすすめの公演をご紹介します桃子さん、はい、お願いします。もう早速いっちゃいます。はい、はい、一作目はですね、ハイバイの我々のもろもろ2022をご紹介したいと思います。はい、はい、こちらですね、もう長野県での公演は終わってまして、はいはい、東京であと公演があります、はいはい、これはまあシリーズと言っていいと思うんです、うん、今までも何度も上演されてるんですけども、ご存知ですか？はい、映像とかでもついこの間やられてましたよね、うん、オムニバス公演じゃないですけど、もうずっとね、長いことを結構やってますよね。そう、いろんな方々が出演されてて、まあ、作品自体は、まあ実体験なんですよね、はい、実体験を、いろんな人の実体験を、まあ、皆さんが、演じるっていう、ご本人も、はいはい、でそれが、ですね、今回は、東京公演は6作品上演されます。はい、はい、これはですね、まあ、参加者が自分の身に起きたことを先ほども言ったんですけど、参加者が自分の身に起きたことを、まあ、作品にしていくんですけれども、うん、はい、今までもなんかフランスのバージョンもあったりとかして、はい、はい、いろんな方々、そうですね、いろんな方が、そうなんです、ね、まあ、全国各地というかね、こうワールドワイドにもやったりしてますけれどもはい、もともとハイバイの、岩井さん、作演出主催されている岩井さんが、はい、ご自身の実体験で作品を書かれて いて、うん、まあ、それで一番最初に上演されていたっていうところからもスタートしているので、まあ、そういった創作方法を、皆さんで取られているっていうことで、うん、今回ですね、なんか結構いろいろ本当に面白いエピソードが集まったということで、なんか、はい、分かっているものとしてはなんか出産の話、はい、自分が出産した話とか、まあ、恋の話もありますね。あ、はい、あとは俳優さんが出られますから、はい、俳優さんのご自身のエピソードですとか、そうですね、出演俳優が自分の体験をみんなに話して、それをもとにね、脚本書いてスタイルなんで、もう本当に実際やる時にもその俳優が
自分の役で出てってあのこういうことがあったんですよねっていうふうに始まる始まることもありますね。あの語りのシーンが多くなるものもありますし、まあ、会話のものもありますし、歌劇団の有名な歌劇団のね、はいはい、あ、まあ、男役だった方が、新宿2丁目の、あたりを、に行ったというエピソードであったりとかどうなるのっていう感じなんですけどそれだけで面白そうですね、もうね、そうなんです。なんか、それぞれ自慢のひでえ話を持ち込みますっていう風なことは書いてあるんですけど、まあ、ひどいって言ってもあのそんな辛いとかそういうことではないと思うんですよね。結構あの見ててあのもちろん舞台に乗っているものなので、はい、あの楽しく見れたりする、結構笑えたりとかも客席でしてるので、まあ、どういう風な作品に仕上げているのかっていうのは、はい、あのどうなるかっていう感じなんですけど、僕もハイバイさん大好きなんですよ、うん、でまあね、もともとさっき桃子さんおっしゃってたように、はい、岩井さん自身がご自身の体験を結構やっぱそのまま ね家族の話とか舞台上に載せる作品が多いじゃないですか。だからそのあとはやっぱり役者って自分のこと話すのって意外と苦手だったりする。そう、それ多分 ありますよね。あるの僕はあるんですけど、はい、でしかもその日常で喋ってる分にはいいんですけど、それを本にしてわざわざ作品にね、そう、作品にすると二重にねこうハードルが上がるというか、自分なんだけどお芝居であるっていうのがめちゃくちゃこれ結構大変な作業だと僕は思ってて、いやそう思います。だから見てる分にはへえ楽しいと思って見れるかもしれないんですけど、うん、多分俳優さんとして出演される方って何ですか、既存のもうテキストがあるとか誰かが書いた作品を演じるっていうのと全然違う感覚なんじゃなかろうか、稽古の感じも自分の実体験を舞台上でさらに追体験していくっていう、そう、ね、しかもそれをなんかこう人に見せるためにはどうするのかっていう風な客観的視点で作品にしていくってなかなか難しい。結構ね本当にね思ってる以上に高度だと思います。やっぱり演じるってことで言っても難しいな。でも、うん、あの何ですか、日常の感じでやるわけにいかないじゃないですか、舞台に乗せる以上は。そうなんですそのバランスなのか。でもできるだけ地続きでやりたいなって僕だったら思うんで、うん、自分のことですもんね。そうだけどついついセリフになっちゃうとやっぱ役者ってこうちょっと一個気合が入っちゃうというか、うん、それをね、でもやっぱりハイバイの作品、岩井さんの作品ってこういいバランスで、うん、あれこの人本当にこうなんじゃないかとかって思わせてくれる、ね、なんか演出というか、うん、あの多分そういうなんていうんですかね、手段をお持ちだと思うんで。そうなんです。だから、はい、なんて言ったらいいんだろう、今おっしゃったように本当にあそんな感じなんだろうって思えるリアリティはありながらも、うん、なんていうかこういうリアルのカフェとかでやってるような会話ではなく、やっぱちゃんと見せるものにもなっていて、 その、はい、リアリティの実現の仕方っていうのはかなり面白いと思います。いや俳優さん大変だろうないやでも大変だけどきっとやりがいもあるし、うん、あのもう面白い作品、もう粒揃いのね多分名作が出てくるんじゃないか。そうなんです。だからもうきっとこういろんな人の面白い作品の中から選んで、うん、はい、載せているので、いやこれはちょっと楽しみですね。これは必然ですね。はい、はい、どんなエピソードありがとうございます、はい、では次のおすすめ公演、はい、よろしいでしょうか。はい、2作目はですね、はい、7月7日、芸劇アイズという東京芸術劇場で、上演されるあの芸劇アイズというシリーズがあるんですけど、はい、その中で、公演されます Can't Stand Me Now っていう、タイトルの、劇団はヤシャゴという劇団のこちらの作品をご紹介したいなと思います。はい、はい、ヤシャゴってあれですよね、はい、あの青年団のね。そうです、そうです、青年団リンクってこうなんていうか派生劇団という、うん、そうですね、はい、なのでもともとは、伊藤企画っていう主催の方の名字は伊藤さんなんですけど、はい、伊藤企画っていう、はい、団体としてその青年団の中で立ち上がって、もともと伊藤さん俳優さんなんですね、はい、あの青年団の、ね、自分で立ち上げて伊藤企画でやった時の作品を、まあ、の劇団化といいますかユニット化して青年団リンクっていう企画からリンクになるんですけどリンクになってヤシャゴっていうあの団体名になって、はい、そこで、もう一回、上演するということなんですけども、はいはい、時間が結構経ってるんですね。2017年が初演なので、はい、ちょっと、はい、多分かなり変えるかもみたいな感じらしくて、で作品自体は私それも初演を見てわすっごいと思って、もう今でも鮮烈に覚えてるしすごい楽しみにしてた再演なのかな、はい、再上演なんですけど、はい、三姉妹の話なんですね。そうなんです、はい、で
長女が知的障害がある。で、次女は家を買って結婚してもう出ていかれたんですか？そう、そうなんです。そうなんです。ただこの設定のままやるのか分かんないけど、初演時は、初演時はそうでしょ、はい、はい、でもうあの3姉妹なんで、もう1人が、もう1人はあの、はい、まだ、はい、学生さんだったかな、確かにいて、そうなんです。で長女が結婚したい、長女と結婚したいっていう相手が現れる。そうなんです。それがね、まあ、長女と同じくまたあの知的障害を持っている子、うん、っていう設定でやってまして、で、まあ、あの伊藤さんもご自身が兄弟児ということで、うんうん、かなりあのそういった、まあ、障害だけじゃないんですけども、前作、やった、去年やった作品もあの発達のグレーゾーンの、ことを取り上げたんですけども、はい、なんかあのまあ、あの作品にするのってすごい難しいと思うんですよ。あの舞台上で俳優が演じるってことであったりとか、はい、まあ、それを、まあ、あのいろんな人に見せてどう見せるかっていうのはすごい難しいと思うんですけど、やっぱりすごく丁寧なんですよね。描き方もなんですけれども、脚本そのものもすごく緻密ですし、空間で、まあ、俳優さん同士の空気感とか距離感とかもとても丁寧に作られてて、すごく満足度が高い作品だなっていうふうに思います。うん、なので、まあ、そのテーマももちろんそのテーマとして興味持っていただくのはもういいんですけれども、はい、あの演劇作品としてもすごくクオリティが私は高くて、あ、もっともっと脚本書いていただきたいなって思ってる方なので、はい、ちょっとあのぜひぜひこれは、ね、ご覧いただきたい。5年ぶりでね、きっと、きっとっていうか、なんかすごい画面越しにあのプレッシャーかけるみたいになってあの変わってね、リライトが変わってより面白い作品に。そう、やっぱりね、巡る状況が、その社会の状況とか感覚がどんどん変わってくるので、うん、まあ、それに合わせて書き換えられるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、で、その、まあ、最初にも言った芸劇アイズっていうのが、まあ、あの、その芸術劇場が、まあ、あのいくつかの劇団を、はい、あの、まあ、押すじゃないですけど、見てくれっていう形で、はい、あの定型公演している企画なので、はい、あのやっぱりいろんな方に注目してほしいっていう、劇場の方も思っての企画でしょうし、実際私もそう思いながら初演を見たのを覚えてますね。そう言われるとすごい、初演見た方のやっぱ、ね、うん、感想って強いですね。すごいやっぱ見たくなってます。いや本当にこんなに、うん、なんていうんですか、密度の高い空間でも緊張感がすごくある、まあ、あるんですけど、はい、あって疲れるってことではなくて、うんうんうん、日常と地続きの中で、うん、あの集中力をずっと持って上演できるっていう、はい、なので、まあ、芸劇が、今回はですねシアターイーストなんですけれども、はいはい、ちょっとあの多分前上演した時よりもあのどん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 公演 の, あの広さが規模が規模ステージが広くなっていっているので、あのそれをどうやっていう風に使うのかなっていうのは、まあ、気にはなってるんですけど、うん、いやもう私あの脚本と演出ができる方々だったら何も広くなって問題ないんじゃないかっていうふうに思ってます。なるほどな、はい、すごい楽しみですね、うん、伊藤さん自身がやっぱりその、ね、個人の体験をお持ちだから、うん、そのね、こう表面的なものにならず、ちゃんとこう個人の話とか、そうですね、人にこうちゃんとフォーカスが当たったお芝居にちゃんとなってるんですよね。うん、そうです。すごく誠実だし切実だし、うん、あの同時に、まあ、あのおそらく、まあ、作家としての客観性とか冷静さもあるなっていう風に感じるので、まあ、もしかしたらそれは当事者ならではなのかもわからないんですけど、はい、まあ、でもまあ本当にその題材の取り組み方の姿勢だけでなく、あの演劇のクオリティとしても本当にお勧めしたい作品です。楽しみです、はいはい、では次の作品をお願いします、はい、お願いします。3作目はですね、はい、これはなんと全国9カ所で上演されます。すごいです。9カ所もすごいな、はい、マームとジプシーのコクーンという作品の、はい、3回目の上演ですねになります。再再演となります。はい、はい、これはもう、もともと予定されてたのがあの延期になってしまったので、うん、今の上演になるんですけど、まあ初演の時から、初演が、もう10年近く前ですね、2013年かな、うん、の時からすごくあの注目されてて、あの見たことないけどタイトルは知ってるとかっていう演劇好きの方は多いと思うんですよ ね, すね、はい、もうあの初演やってる時からもうあれでしょ、こう再演してくれみたいな、そうもう話題性がという話題作ですけども、そうなんです、はい、うん、でこちらはですね、あの
題材としてはあの京町子さんという漫画家の方の、原作があって、それをまあ舞台化したっていうことになるんですけれども、沖縄のひめゆり学徒生って、ね、ご存知だと思うんですけれども、はいはい、あのまあ、若くしてね皆さん戦争で、亡くなってしまったというかもう結果的にちょっと自決をしてしまってた方が多いんですけれども、まあ、それを題材にしましてあのその本人たちそのものってことではないんですけども、まあ、設定とかを題材にして、描かれた、舞台です、はい、でこれがですねあの、まあ、特筆すべきところはいろいろあるんですけれども、一番私として面白かったなというのは表現方法、はい、で舞台上にこう何かセットを組むわけではなくて、まあ、例えばもう木の木枠みたいな枠組みみたいなのをとか布とかを使って学校の風景とか、まあ、海の風景あの島の風景とかっていうのを上演していくのの、その移り変わりの演出の方法ですとか、まあ、それによってあの広がっていくイメージですとかっていうのがすごいこう、まあ、勢いというか風がもうバーッと吹いてくるみたいな感じで客席にいてわーっと広がっていって、まあ、自分も入っていって、まあ、彼女たちと同じようなこう体験をしていったりっていう、まあ、その時の体感みたいな感覚みたいなのがすごかったなっていう印象があります。なんかやっぱりその演劇とかでその抽象度が上がることでお客さんも想像してそれでよりなんかこう入り込んだりこう共感できたりっていうのがその共感度が強くなったりしますよね。その全部が全部描写されているわけじゃないっていうことの方がその一緒にやっぱりそれを体験していくっていう場になるんじゃないかなという気がしますので、うん、演劇のならではの、ね、良さがそこにはある気がしますよね。はい、ちょっと僕どうぞどうぞもちろんいやちょっと不勉強でちょっとこの先今お話しいただいて初めて知ったんですけど、うん、やっぱりその歴史を扱うものって演劇をとして見るときは楽しみながらやっぱり それを見ることでそのこちらも勉強になるというか、うん、その歴史を伝えていく方法の一つとしてもやっぱりあると思うので、やっぱりできるだけ没入できる方がその見た人もその記憶に残りやすいだろうし、その今言っていただいた演出の方法っていうのも僕今すごい気になる作品だなと。そうですね、まあはい、今回かなりあのプレイハウスなので東京の場合は、はい、まあ、他のところも結構広めなステージがあのでやるところもあるので、はい、その演出が今回どうするのかなっていうのはあるんですけど、まあ、その見せ方 と空間の作り方とか、まあ、それをリズムがあの連動してあの生み出す、まあ、空間のイメージとかっていうのは、まあ、あのその広い舞台に合わせて演出を変えてくると思うので、はいはいはい、それがどうなるかなっていうのはあるんですけど、もうぜひぜひ見てなかったらこれはあの見た方がいいと思います。見た方がいいという言い方あれなんですけど見ておいてあの本はないと言いますか、おすすめの作品です。はい、はいはい、ありがとうございます。見ます、はいはい、もう9カ所でもやりますね。9カ所といっても北海道が2カ所かな。これね、7月の9日から東京でスタートして全国9カ所、はい、沖縄でもね、沖縄でも、はい、上演されます。これは沖縄で見たらまたちょっとこう、なんだろう、すごい感慨深いというか最近もあのマームとジプシーあの沖縄であの制作をしてた作品をこの間上演してましたけれども、あのまあほど沖縄の話っていうわけでは一応ないっていう設定なんですけども、あのもちろんあのね沖縄を連想しますので、まあぜひぜひその青い海とともに見ることで広がるイメージもあると思います。はい、楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次のおすすめお願いします。はい、では、4作目ですね、はいはいはい、こちらはですね、ダディっていう作品を紹介したいんですけれども、ダディ、はいはい、こちらはですねあのジャニーズ事務所と、はい、あの小川恵理子さん、演出の小川恵理子さんがあの一緒に上演される作品で、今回2回目かな、そのタッグだと思うんですけれども、はいはい、主演が、ね、中間優馬さん、はいはいで作品はですねアメリカの作品なんですね。はい、これはもうねあ、そうかも、梶本さんね、いつもちゃんとあらすじとかをチェックしてくれるんですけど、いやもうそのいやいやそのもう作者がねもう今すごい話題じゃないですか。そうなんです、もう超話題のね、ジェレミー、はい、ハリス、ハリスさん、ね、はい
すごいなんか、なんて大注目なんですよね。知ってますか？ちょっと存じ上げないです。すごい、はい、演劇人とか、はい、日本の演劇人ってちょっとやっぱりこうじっとりと暗いイメージあるじゃないですか。そんなことないか。キャラメルボックスだって明るいですよ。あるけど、なんかそういったなんかでも全くなんかちょっと違う人が出てきたなっていう感じがしたんですよ、うん、僕はそのジェレミーさん出てきた時にもうなんかこうおしゃれだし、おしゃれすごくオープンだし、こう自分のこうセクシャリティとかも隠さずで、なんかこうちょっとなんだろうな、今までの演劇に喧嘩売ってるような感じの姿勢が、まあ、喧嘩売ってないと思います、僕が勝手に思っただけですけど、なんかあのなんかすごいクッっていうこう、わあすごい新人類演劇界に出てきたんだなっていう感じがしたんですよね、なんかご本人がこう突き詰めたいなんか世界じゃないですけど、表現とかっていうものに対するなんか、うん、その勢いといいますか、うんうん、そういうのありますね、確かに。でダディね、これもなんかトニー賞結構総なめに、そうなんかもうたくさんノミネートされてて、ね、2021年なのでもう、うん、本当に最近ですね、うん、してましたもんね、それを日本で、そうなんです、日本では初上演ですということで、はい、いや楽しみだな、そうなんです、なのでアメリカのオフブロードウェイで上演されてて、うん、はい、まあ、ロンドン公演とかも今年あったのかな、3月のロンドン公演あって、はい、まあ、日本では初めてね、はい、作品がですね、ダディっていう、はいはい、まあ、つまり、ね、お父さんっていうことだと思うんですけれども、はいはい、もうあらすじチェッカーの谷本さんもご存知だと思うんですけど、なんと最初のあらすじにお父さん登場しないんですよね、そうなんですよ、あれ違った、いやそのでただでもそのこれぜひあらすじ読んでもらいたいんですけど、はい、その意味ちょっと意味深なあらすじなんですよね、うん、で、あ、ダディってそういうことかっていう、もうちょっといろんな、ね、想像が、そういう、ね、想像ができるっていうか、すごくやっぱりなんだろう、ご自身のそのやっぱりね、こうパーソナルな部分を割となんだろう、こうさらけ出して、まあ、もちろんね、こう本人が体験した話ではないでしょうけど、うん、すごくこう、まあ、あと社会のね問題とか人権の問題とか全部つぎ込んで書いてるなっていう印象がすごくありますよね、うん、そうですね、まあ、ご本人も公言されてる、まあ、クイアですし、今回主人公がアフリカ系アメリカ人ということで、はい、まあ、あのデルミさんも、はい、あのアフリカ系アフリカ系の黒人と、ね、はい、はい、ことなので、まあ、そのアフリカ系アメリカ人のアーティストが、うん、主人公なんですね、中山さんが演じられる、はい、で、まあ、あの年上の男性と出会って恋仲になってみたいな、うん、まあ、周りはちょっと、まあ、特に何も言わず、まあ、見守るというか黙認をしてたんですけれども、まあ、喋ってるね、私はあらすじをいいんですよさっき自分で読んでくださいって言ったなんか、まあ、お母さんが経験なクリスチャンでっていう、はい、まあ、設定から始まるんですけど、はい、これ、あの僕も今ちょっと、まあ、自分の話するのなんですけど、まあ、あの7月の舞台の稽古中なんですけど、それもやっぱ同性愛者が出てくるお話 で、うん、で、まあ、当事者の方があの作句をあの書いていらっしゃるんですね、それをその、まあ、僕らがやるっていう時にやっぱすごく勉強もするんですけど、そのやっぱ完全な当事者ではない、いろんな意味で、まあ、日本でこれねあのやりますし、その時のやっぱ結構プレッシャーってあると思うんですよね、うん、だけどそれを超えて、ね、丁寧にきっと小川さんはじめね中山さんも作られると思うんで、そうなんです、その、うん、その今おっしゃったあの小川さんがあの中山さんとやるっていうのもすごく注目なところで、小川さんこの前回その東京グローブ座であのジャニーズ事務所と一緒にやったのが2019年のワイルドという作品で、はい、その時はあの中島裕翔さんが、主演を演じられて初舞台だったのかな、3人芝居で、でもすごくもうその時の堂々とした感じもですし、あの世界観
がすごく面白くて、はい、クオリティも高かったし没入感もあって、あ、これはもっと東京グローブ座でいろんなあの若いこれから伸びていく俳優さんたちとどんどん小川さんやっていただきたいな、しかもそ、ね、海外の作品でなかなかあの日本で上演されてなくて触れる機会がないものをこれをきっかけにいろんな人が知るし、しかも来たら多分かなり あの方が満足する、はい、あのね、好みはもちろんありますけど、はい、あの舞台になるっていうところでどん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 何回もやっていってほしいなって思ってたところにあのこの作品が来たので、はい、いやこれはもう間違いないでしょう。作品面白いは、うんね、小川百合子さんもすごい丁寧に演出される方ですし、うんね、中山さんも多分きっともう真正面からそれにね、そうなんです、中山さんもね、もうあの舞台映像さまざまなところで活躍されてて、やっぱり人目を引く方だなっていうふうに私は思っていて、うん、はい、あのそういうまあ、あのジャニーズ事務所の方に限らないんですけど、やっぱりこう人前で、はい、あの見せる何かを表現するっていうパワーをもうお持ちな方が本当に多いので、なんかそういう、こう舞台で見るっていうことの、あの感じるなんか強さみたいなのとか、その場で一緒に見るっていうことの面白さっていうのもあるんじゃないかなっていうふうに思ってます、はい、楽しみです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では次の作品お願いします。はい、最後ですね、はいはい、これはですね演劇ではなくてコンテンポラリーダンスを今回ご紹介したいなって思ってます。いろいろあって面白いな、はい、あそうなんです、コンテンポラリーダンスの公演、はい、のコリッチでもあの、まあ、情報を載せてくださってる方が、まあ、増えてきているなっていうふうに思うので、はい、ぜひ機会があれば紹介したいなと思ってたんですけども、はいはいはい、今回団体名が、水中メガネっていう、はいはい、ダンスカンパニーで、タイトルが、グッドカウケンと読んでいいのだろうというふうに思ってるんですけど、そうなんですグッドカウケンですね、はい、多分多分これ多分っていうのがそのなんかこう、はい、あの自分でもどう読むのか分からないってこうツイートされていたいたので、いやどういうことなんだと思いながら、そうなんです、それが面白いですね、またね、そうなんです、はい、あのまあ、なんで紹介したいかって思ったかというと、はい、まあ、あの団体としても、まあ、あのすごく注目されている団体で、はい、まあ、30代半ばぐらいなのかなで、あのいろんな方いますけど平均、うんうん、もうちょっとした前半ぐらいかなって感じなんですけど、はい、あのこう私があの見た公演が、まあ、まずすごく良かったっていうのが、うん、もちろん過去にあって、もうなんか信じられないぐらいのスピードで終わったんですよね、集中しすぎて、あもうびっくりしちゃって、気づいたら2時間経ってたみたいな、そう、もう、ね、実際何分だったかも全く覚えてない。あでもすごいですね一番の褒め言葉じゃないですか。そうなんです、なんかもう、いやもちろん好みは本当にあると思うんですよ、特にダンス公演とか、はい、あのかなりあのなんていうんですかね、こうまあ、好き嫌いというか、まあ好みですよね、そうなんです、なんか、はい、のはあるんですけど、うん、まあ、その密度の濃さ、圧の強さ、あともう、こう空間の使い方がすごくあのダイナミックでパワーがあったんですよね、でたくさんの方がその時は、まあ、踊られてて、ですごく素早い動きが多いんですけど、もうパッと揃ってるっていうのとかもすごい見応えがあって、その身体表現としての見応えもあったし、うん、まあ、演出といいますか振り付けの見せ方、あ次のシーンでこう予想外のこととかが来たりとか、なんかこういろんな感情が生まれてくるんですよね、へってドキッとしたりとか、どうなってるんだってのめり込んだりとか、なんかこう物語があるわけではなかったんですけども、はい、その時、はい、まあまあ、あの設定はあるとか構成はあると思うんですけども、はい、そのストーリーいわゆるあのお話があったわけではないんですけど、はい、なんかどん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 引き込まれて展開していくところに、はい、それがもう、まあ、身体表現ダンスとしてすごく私はあの見せるというものとして面白かったなっていう印象があったんですよね。
で今回もですね、はい、なんと17名も出演されるということで結構、まあ、人数多めだと思うんですね、ダンス公演、あのコンテンポラリーダンス公演として、それを、まあ、どういうふうにあの舞台と身体を使って見せていくかなっていうのも興味深いですし、まああの最近だと横浜の、ダンスコレクション横浜ダンスコレクションでも、その中で3冠を取ったりとかして、まあ、注目もされてますし、吉祥寺シアターですしね、はい、今回17名、はいね、全員いても十分なスペース取れるし、そうなんです、あそこはやっぱ空間としてすごいなんていうか完成されてるから、ね、そこでこうすごいこう肉体を使った身体を使った表現でバッてやられるとすごくお客さんは満足できるんじゃないかな。そうですね、吉祥寺シアターっていうのは多分すごくいいなと思ってて、うんうんうん、あそこはこうステージの段が上がってるわけでは なくないので、うんはい、後ろの方に座るほどにこうちょっと見下ろす感じになるんですよ ね、うん、そうですね、そうなるとやっぱりこうダンスのフォーメーションとかとかの、まあ後ろへの空間の広がりとかがすごく見やすい劇場だなっていう風に思ってるので、はいはい、もちろん前で見る迫力もありますけど、あの多分全然違うと思いますよ。そう思いますよ、後ろから見て見える状態だと、うん、あとまあその販売してるかわかんないですけどバルコニー席もね結構面白いですよ、斜め上からちょっと見る感じの、全然こうやっぱ見え方が違うんでね、うんはい、いやこれ見たいですね、吉祥寺シアターでシアターでやっていける、そうなんです、僕も見たいな、これはコンテンポラリーダンス公演って僕ちょっと見たことないので、あ、そうなんですね、はい、うん、ダンス公演でも今のお話伺ってもう 初のダンス公演観劇にもこれちょっと適してるんじゃないかなと思いますね、ぜひ衝撃受けに行こうかなと思います、ね、見たらタイトルの意味が分かるのかしら、これはどうなんですかね、グッと買ういや分からなくても面白い、それはそれでね、こう、こうなんていうか自分の中で反芻しながらこういうことかな、ああいうことかなとか、まあ、単純にねこうあれが良かったなとかすごかったなみたいな感想も、いろんな感想が生まれてくるのが、面白いところでしょうね、きっとね、そうですね、あの映像とかもなんか、なんていうかプレイ映像、デモ映像なん、はい、とトラック、トラックみたいな、ああ、あの映像作品にあの様子とかがあの、まあ、検索していただければ見れるので、あ、まあ、それであこういう感じだったら好きかとかご好みが分かると思うので、下調べしてから、そうなんです、はい、結構あのこうコンテンポラリーダンスって本当にいろんなものがあって、あのあんまり動かないのとかなんて言うんですか、はい、あのゆっくり動くのいろんな表現、ね、本当にもうあの身体を使った表現っていう言葉しか多分共通点がないぐらいいろんなものがあるんですけど、はい、その中で言うと多分結構動く方だと思います。やっぱなんか俳優やってるとついセリフに頼りがちになるんですけど、うん、でもやっぱりね思うんですよ、セリフ以上にやっぱ人の体が発する情報ってすごく、うん、なんですか、雄弁というかいろんなものが多分発せられてるんで、うん、その体の表現に特化したこういうのはねやっぱり俳優の皆さんもねすごく勉強になると思いますよね、うん、やっぱ舞台俳優さんもそうだと思うんですけど、こう、うん、映像とかだと抜くじゃないですか、はい、抜くのと違ってやっぱり舞台だとこことここの間にあるものがこう表現になっていったりすると思うので、まあ、そういう意味で言えばそのスイッチメーカーで公演見た時にあのやっぱこう何人かいることの意味であったりとか、何人かが違う動きするのもそうですし、同じ動きすることによる、空間の出来上がり方みたいなのはかなり迫力あったなっていう印象を受けたので、まあ、そういう意味ではあの俳優さんであったりとかあの演劇が舞台表現が好きな方っていうのはあのこの団体に限らずですけどダンスっていうのは面白いんじゃないかなと思います、はい、なるほど、楽しみです、はい、ありがとうございます、ございます。それでは我々もね一作品ずつ、おすすめをサクサクっとご紹介したいと思いますけれども、はい、じゃあ僕からいこうかな、お願いします、はい、僕が紹介するのは、ダルカラードポップの、岸田國士戦争劇集です。7月の5日からね始まりますけれども、もう岸田國士といったらもう言わずと知れたね、戯曲賞で有名な戯曲賞で有名な劇作家ですね、岸田さんですけれども、はい、なんかもうこれはサイトに書いてあったんですけども、あの岸田國士さんは戦時中にですね大政翼賛会の初代文化部長をやられてるんですよで戦争終わった後にだからそれでなんか公職追放を受けてるんですよね、うん、でだけどその岸田國士さんのその作品の中にいっぱいその戦争にまつわるお話がたくさんあって、それを今回
一挙にこう上演しようというか、まあ、上演されるのはね、あの動員総話ってやつと、カエラジトってやつを、あの2チーム編成でやるんですけれども、他にもなんかちょこちょ こ, こう短編作品があって、それもなんかこうリーディングやったりとかってするんですけど、あのこれね、ダルカラドポップってあの谷健一さんがやられてる劇なんですけれども、福島三部作っていうのがね、あの近年だとすごく有名ですけれども、福島の原発にまつわる話をすごく調べて、でそれをその三部作 の, あのお芝居にしたものですけど、だからあの谷さんがこういうものをこうじっくりやろうと思うと、ものすごいじっくりと、そうかなりこう実在のことから調べられる方ですよ ね,、はい、ね、時間をかけてやるんで、うん、これはねすごく実験的だし、やっぱり面白いあの講演というか試みになるんじゃないかなと思ってます、うん、出演者の皆さんもね、まあ、オーディションで選ばれた方がすごい大半で、若い方、赤組白組って2チーム編成でやるんですけれども、うん、クラウドファンディングなんかもやってて、はい、なんかこう多分創作段階からお客さんにちょっとこうシェアしていこうっていう試みもすごく新しくていいなと思ってますね、うん、作品としてもやっぱくしくしきした作品ですから、間違いない面白さがあるんじゃないかなと思うので、うん、すごく楽しみにしてるおすすめ公演です、うん、僕ら確かに、はい、チェックしてみてください。はい、はい、じゃあ真野くん、はい、作品をお願いします。僕はこちらですね。お、ちゃんとこちらのヒトラーを画家にする話って、これこちら7月の20日から24日まで東京芸術劇場のシアターイーストで公演される、上演されるものなんですけども、はい、僕これ完全にもうタイトルで気になっちゃって、もう調べたんですけど、なんかもともとヒトラーってその美術学校を受けようとしてたけど、うん、なんか2回受けて2回とも落ちてるみたいなお話があって、そこから建築とか政治の道にっていうところだったんですけど、なんか日本の美大生がヒトラーがこれから受験するっていう時にタイムスリップして、ヒトラー画家にして政治家にするのやめようと、なるほど、独裁者にするのやめようっていう話らしくて、なんかもうそのもうテーマがすでに面白いな、どういう結末に落ちるのかっていうのも気になるところなんですけど、こちら以前大入りにも出ていただいた高橋劇団の高橋さんの、ね、はい、主催のところなんですけど、なのであの手話の会っていうのもありまして、はい、うん、22日と23日はあの専用で手話翻訳もついている会っていうところと、ね、前回、はい、っていうかこの大入りも来てくださった時もね、はい、手話のその話に、ね、うん、してもらいました、ね、ですけれども、はい、っていうところと僕まだ今22歳なんですけど、はい、アンダー25割とか高校生割とかすごい安くて、使ってください高校生に至っても1000円で見られる、あ、それはすごい、シアターイーストで1000円はちょっとなかなか、ね、素晴らしい試みだと思うので、うん、っていうところも含めてちょっと皆さんチェックしてみてください。はい、お願いします。ありがとうございます。ということでね、いっぱいお勧めしましたが、ぜひ皆さん気になった公演チェックしてみてください。ももこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、大入りプレイガイドでした。ということでお送りしてまいりました舞台芸術情報番組大入り、はい、真野くんどうだったよ。いやー、なんか初めて2人でなんかね、新鮮だったね不思議な感覚でしたね、うん、ちょっとなんか緊張してなかった。いや、ちょっといつもより緊張してました。大丈夫いや、大丈夫です、ね、川田さんとやっぱちょっと違う。そうですね、違うテンポ感で。どっちがいい、どっちがいい。いや、言わないからさ、川田さんにはさ、鹿島さんですもうこういうのね、本当に良くないですよ。もうね、もう本当にやめていきましょうね。こういうのを本当に、ね、やめましょう、はい、ということでね、はい、はい、来週は劇特をお送りします。はい、ゲストには阪中雄英の山本優さんをお迎えして、いろんなお話をお伺いいたします。こちらもお楽しみにということで、はい、舞台芸術情報番組大入りは再来週お届けします。はい、チャンネル登録、評価ボタンにもご協力ください。はい、お願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。